この日はですね、急遽ダウンジャケットでお散歩です。11月24日とうとう札幌積雪でございます。前日は晴れて雪は何もなかったんですが、一夜明けてこの通りでございます。前年はですね、11月14日に、札幌市内ね、雪が積もったんですけども、まあ前年より10日遅れましたが、こんなにも降ってしまいました。毎年ですね、一回このように降ってその後溶けるんですけどもね、なんか今回は寝雪になりそうなぐらい降ってしまいました。心なしかビーム君の足取りも慎重です。いやビーム君も戸惑ってるでしょうね。なんと本当に前日まで全く雪がなかったのに、いきなりこんだけね景色が変わるんですからね。おっとビーム君また戻ってった。サイドマーキングか。お前なんで戻ったんだ。ちょっと歩きにくそうなビーム君、どこ行く。おっと頭を使って雪のないところを歩いております。しかしまた足場の悪い雪道だ。ビーム君残念。もう公園の木もこんな感じですよ。ビーム君の足取りが止まった。そりゃそうだ。おっとスイッチが入った。なるべく歩きやすい車の走った後を歩くビーム君。とりあえず公園に到着しました。さあビーム君、公園で遊ぶのか。ちょっと警戒しているぞビーム君。さあどうする。諦めました。再度挑戦するかビーム君。どうさ、遊べるかい。考えておりますが諦めたようです。意外と根性のあるビーム君ですが、やはり帰るようです。さすがのアホラニャンも驚きを隠せません。では帰ります。